以上が単位のお話で、これから人体の影響に対するお話をさせていただきます。でいろいろな影響があるんですけど、これどういうふうに整理していくと分かりやすいかっていうのはなかなか私の中でも答えが見つからないんですけども、今回こういう形でいってみようと思います。放射線の影響の中には確定的影響と確率的影響というものがあります。で確定的影響というのは何かというと、一定量以上の線量を被曝した時のみ現れる影響と言います。でこの一定量というのを色域と言います。色域というのはお家の色域と同じです。でまさにだからこの色域を超えた時だけ影響が現れるということですね。逆に言うと色域を超えなかったら放射線が原因でそういうふうな影響が出てくるとは考えられていないということになります。ですから確定的影響に関しては色域を超えないようにしとけば放射線による影響の発生というのは抑えられるということです。原則で、これに該当するのはいろんな影響がある中で、これ確定的影響に該当するのは発がんと遺伝的影響以外の全てがこれに該当します。一方で確率的影響というのはこの対語ですから全てがひっくり返ってきます。確定的影響が発がんと遺伝的影響以外の全てですから、確率的影響というのは逆に言うと発がんと遺伝的影響だけということになります。それで確定的影響が一定量以上の線量を被曝しないと現れてこないということですから、確率的影響というのはどんなに少ない線量でも起こると言いたいところですが、実は起こりうるなんですね、正確に言うと。また被曝線量に応じて発生かて頻度が増加すると言い切るわけではなくてと考えられているというふうに私は必ず付け加えることにしています。こういうふうに考えられている影響が確率的影響です。だから実際に本当に確率が線量とともにずっと増えていきますよということがこれまでのデータできっちり証明されているという、そういうことではないということです。これからお話ししていきますけれども、そういうふうに考えられていると、なぜそういうふうに考えられているかはご説明していきたいと思います。ですから色域の言葉で言うと、こっちに関しては色域がないと、色域っていうのはそこまでの安全ラインみたいな考え方をしていいと思うんですね。それがないのが確率的影響です。で漫画的に示しますとこういうふうなことになっていて、確定的影響というのは色域を超えたところからも出てくると、実際にまあちょっと体質がによってちょっと低いところが出てくる人もまれにいるということでこういうふうな書き方をしていますが、基本的にはこんな感じのイメージです。で比較的狭い線量範囲の中でほとんど全ての人に影響が見られるようになると。それから確率的影響というのは線量がどんどん低いところから頻度が増えていく、そうすると確率的影響の中であれ 100% どこにあるんだということをもしかして言われたら非常にいい質問でして、これどこにあるかというとはるか上の方に、確率的影響というのは基本的に確率的に振る舞っている間は頻度というのは非常に小さいと、どうでしょうね、1% とかでも結構多いところ、それぐらいのところです。それから重篤度ということに関していくと、確定的影響というのは線量に従ってだんだん重篤になっていきます。で一方で確率的影響というのは一点起こるかどうかに関しては線量と関係があるけれども、重篤度に関しては線量とは関係がないというふうに言われていまして、どういうことかというと、例えばがん、放射線たくさん浴びてなったがんと少し浴びてなったがんはどっちが治しやすいかどっちが予防が悪いかというと統一的な傾向はないということです。たくさん浴びてなったがんは立ちが悪くて治しにくいですよということじゃないですということです。それでまずじゃあ確定的影響の例としてですね、放射線を全身被曝にした時に出てくる、急性影響といってます。急性影響は放射線を浴びて非常に短い間に出てくる影響、直後から何かの状況変化があってそれが続いていって線量が多い時に人が亡くなっていくというふうな影響のことを急性影響と言っていますが、でどういう線量でどういう影響が出てくるかをまとめてみました。でまず 0.25 グレー、X 線ガマ線に関しては 0.25 シーベルトと言ってもいいですけども、それまでは臨床的な症状はほとんど見られないというふうに言われています。で 0.5 グレーぐらいになると大多数の方々でリンパ球の顕著な減少が認められると。
ということですね、かなり減ると、まあ、これが 10%、まあ、少なくとも半分以下 10% とかそれぐらいまで減るということです。それから1グレー 1.5 グレーぐらいになってくると放射線縮水といっていまして、例えば嘔吐、吐き気、嘔吐、めまいとかそういうふうな症状が出てくると言われています。 JCO の作業員の方でもこれは見られていたそうですね。それから4グレー、これが一つ覚えていただきたい量なんですけれども、人の半数喫煙量といっていまして、これだけの放射線を全身に被爆すると半分の方が1から2ヶ月以内に亡くなるというふうに言われています。ただしこれ条件がついてまして、骨髄移植、無菌治療などを行わない場合ということです。で、実際にですね、白血病の治療なんかされているお医者さんの方ってこの中いらっしゃいますは、いらっしゃらないですか。で、実際にはその白血病の治療でこれをやるときにどうしてるかというと、1回2グレーずつ朝晩、これを3日繰り返して全部で12グレーになるわけですよね。そうすると理論的にはこうなっちゃうんですけど、その後に骨髄移植をして病気を治しているということなんです。ですから骨髄移植や無菌治療を行わない場合にあくまでこうなるという話で、逆にそれをやったら救命できる場合が多いということです。それから7グレーぐらいになると、もののこの2倍いかないぐらいで、何も行わなかったらほとんど 100% の人が亡くなる。それから15グレーぐらいになってくると、要するに生存期間が短くなると。で、1から2ヶ月ぐらい亡くなるのはこれを行わない場合というわけですから、要するに血球系の細胞の機能が落ちてしまって感染する、それから出血して血が止まらないと、そういうことで亡くなるわけですけれども、15グレーぐらいになって、10グレーを超えて、まあ、15グレーとかなってくると、腸の表面の細胞がやられてしまうんですね。それでご存知の方多いかもしれませんけど、腸の表面って物質吸収しやすいようにヒダヒダになっているんですが、あれがツルツルになってしまうと。それでちっちゃな穴が開いて、そこからまあ、吸収も起こらなくなる。それどころか中の体液が漏出していくとかですね、あとはそこにはその物質を運ぶために血管が集中してますから、やっぱりこれがかかっちゃうんですね。この時はもうこれいませんから、それで出血感染によって亡くなるということです。それからさらに、まあ、50グレーぐらいになると、本当は放射線の影響を受けにくい中枢神経に影響が出てくるというわけですが、これは人では見られたことはおそらくないです。まあ、こういうふうな影響がありまして、で、ただまあ今見てるのは大体この 0.25 グレー以下で、作業員の方々の線量限度というのは 250mSv ということですけど、それは言い換えると 0.25cv、 0.25 グレーなので、この臨床的症状が出てこないギリギリのところに今設定していると、そういうことになります。それからこれはですね、必ずしも全身被曝じゃなくて局所的な被曝であってもいろんな影響が出てくるわけですが、その敷地の代表的なものは まとめてみました。つまりこういう影響はこの線量を超えた時から、影響が出てくることがあり得る。逆に言うとよほどその放射線に対して非常にその敏感なというか過敏な体質でない限りはこういう影響は現れてこないと言ってもいいと思います。で、まず不妊で、男性の一時不妊が、0.15 グレーで、それから、これ一時不妊ですからしばらくしたら回復してきます。で、永久不妊というのは 3.5 から6グレーぐらいと。で、女性の場合だと一時不妊が起こる線量はちょっと高くいて 0.65 から 1.5 グレーぐらい、永久不妊が 2.5 から6グレーぐらいで起こるというふうに今のところ考えられています。それから女性の方とか、あるいはまあその男性の方でもやっぱり気になると思いますけれども、胎児への影響というのは非常に心配されますよね。これがどれぐらいで起こるかというと、これ時期によって出てくるものが影響が違います。まず着床前、受精後8日ぐらいまでの間は肺の脂肪というのが主な影響で 0.1 グレーを敷地にしています。だから 100mSv ですねということになります。で、これ気がつきません。多分気がつかない間にその受精した卵は、まあ、その排出されてしまっているということです。その次、その後8週目ぐらいまでは気管形跡といってるんですね。これはもう名前の通りで気管の元になる
手足とかいろんな臓器の元になるあのところができてきている時期で、この時に放射線を見るとこれがうまくいかないわけですから、まあ、奇形が生じるあの可能性がというかリスクが考えられています。その敷地もやはり、0.1 グレン100ミリシーベルトです。で、それからその後これを過ぎるともう奇形ということはあの起こらないと考えられていまして、ただこれ大時期っていうのはその元があるんだけどこうやって大きくなっていく時期なので、その大きくなるところに影響が出てきて発育遅延とか精神遅滞とかいうことが現れる。その敷地線量は500ミリシーベルト、200ミリシーベルト、そういうところです。で、そういうわけですので今の、状況を見ていて特にこれがまあ一番心配されるんですけれども、100ミリシーベルト行くっていうところはなかなかないので、本来はこの影響は見られないだろうと私は思っていますが、この奇形の難しいのは自然発生の頻度がそれなりにあることなんですよ。数パーセントあるんですね。ですからなんかそので起こってしまった時にこれ区別がつきません。これは放射線のせいだそうじゃないというのは区別はつかなくって、ただ頻度から言ってこれじゃ起こらないよ、あはずだよねということしかないわけです。それともっと大変なのは精神的な影響なんですね。そういうこともあってケアが必要だったり、あるいは行ったての団の方々で妊婦それから乳児が避難することになったと、そういうふうなことに関係していると思います。それから皮膚への影響はですね、3グレーぐらいから出始めまして、主なのは脱毛とか黄斑とかで、この話してるといつも思い出すのはこれで裸足の弦ですよね。裸足の弦で髪の毛がすっぽり抜けてしまうっていうシーンが私はよく思い出すんですが、まあ3グレーぐらいは見たんだなと。で、あの時代だから骨髄移植とかは難しいと思うんですけど、玄君ってまあちゃんと生き延びて生き証人になってるということで、やはりさっき申し上げたような先祖の関係っていうのがあるのかなというふうに思っています。それから目の影響っていうのがあって、白内障が2グレーとかもっと低くて 0.5 グレーぐらいじゃないかという話も出てきていますが、あります。それで放射性同位元素を使って研究されたりしてるらっしゃる方いらっしゃいます？もしいたら手を挙げていただけるといいんです。ありがたいね。はい、鈴木先生で、そういう方が、私もそうなんですけど、健康診断を受けますよね。私も実は今日受けてきたんですけど、何やられるかって言ったら血液取って血球数えて、それから皮膚や目に異常がありませんかって聞かれますけど、まさにこういうことに関係しています。これがで、それでですね、いろんな組織でいろんな影響が見られるんですけれども、組織によって放射線の影響の受け方が違って、受けやすい組織の代表格はやっぱり血球系の細胞、それを作っている骨髄とかリンパ組織とか、あるいは生殖性の細胞もやっぱり影響を受けやすい、特に男性の一時的不妊というのは低い線量で起こる。ただこれは本当は深い意味があると私は思っています。それから消化管も影響を受けやすいというわけで、で逆に言うと一番まずぶというのは神経ということで、これ私だけじゃなくて皆さんの神経みんな放射線に対して影響を受けにくいです。どうしてかというと、これはですね、外して放射線細胞の増殖が盛んな組織は放射線の影響を受けやすいと、そういうふうに総括されます。でもっと言い方を変えると、つまりどういうことかというと、私たちの体の中にいろんな細胞があります。例えば筋肉の細胞を動かしています。私の口を動かしています。私の内耳を絞ってその情報処理をしている脳の細胞がいる。そういうふうな情報処理、運動とかいうものは影響を受けにくいということなんですね。細胞が単純に増殖をするというプロセスが一番放射線に対して敏感だということなんです。それから、次に確率的影響の代表であるというか、実は代表であると言いながら遺伝的影響の話を最初にしておきますと、遺伝的影響に関しては人に関してお見せするものがないんです。どういうことかというと、今まで人において遺伝的影響というのを見られたことがありません。それは調べられていないということじゃありません。広島長崎の原爆被爆者、それからそのお子さん、どうかするとお孫さんまでこうやって見てるんですけれども、相当いろんなことを長い間一生懸命調べてるんですけど、それでも見られてないということで、それくらい頻度であるということになるんですね。で、がんに関してはご存知の通り、やはり増加というのが見られていまして、まあ、こういうふうな鑑定人数が2000年でまとめられています。でこれ固形腫瘍、胃がんとか肺がんとかそういうものなんですけれども、
こういうふうな感じで、なんとなく直線的に増えているように見えますが、